この私を地獄に落としているのですよ。今度は私があのサイヤ人、地獄に叩き落とすのです。あなた、私の邪魔をした上に説教をするつもりですか？ さっさととどめを刺しなさい。さあ早く。諦めのフリーザー、そいつの意志は体を自由に動かせないことだ。これほど腹立たしいとは。地獄で味わったあの苦痛を思い出しますよ。 全くの仕方がありませんね。今だけはあなたに任せましょう。全てが解決してから奴らを始末すればいいだけのこと。ただしリンクが解除できるようになるまで死に物狂いで働きなさい。わかりましたね。 やっぱりおかしい。フリーザのやつピクリとも動かない。おい、フリーザ、もうおしめか。この目見てに。フリーザ様、どうされたのですか。さあ、奴らにとどめを。 私の一撃を黙って見ているように。ふざけるな！こいつらはフリーザ様の獲物だ。奴は私が倒す。お待ちなさい。フリーザ様、ご無事でしたか。無事も何も、少し中で。それより 私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸ですね。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。何ですって。あのよ、揉めてっとこ悪いんだけどさ、何が起こ、フリーザから知らねえやつの気感じるし。貴様という男は。 もういいです。なんだかバカらしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。こいつらにですか。しかし構いませんよ。リンクのことにうすうす気づいているようですし、それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。 ここまで丁寧に説明したのに分からねえっていうのか。はあ、ここまで話が通じないとは。これだから戦闘バカのサイヤ人は。つまりクローンのことも力が出ないのも、でなぜかフリーザの中には別の人のせい。二足カスでも通訳程度の役には立つようですね。俺はどうも、お前の役に立っても嬉しくないけどな。 さっきはフリーザの中にもう一人いて、そいつが攻撃するのをやめたっちゅうことか。そういうこと。ほんと良識あるやつがリンクしていてくれて助かったよ。
フリーザと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。そっか、中にいるやつのおかげでフリーザも悪さができねえんだったらよ。オラたちみんなでその21号っちゅうの。は？悟空、お前何を急に。いくら中にいいやつがいたってこいつら自体は極悪人なんだ。不満があるのはこちら。あなたたちには私も地獄へ落とす。フリーザは知らんが、私には邪魔するこの場で人思いに。おめらそのリンクっちゅうや中のやつを追い出しても自由に動ける方法がある。なに？ほう、つまりリンクを解除して自由に。ああ、オラたちもそのおかげでリンクリンクしてるっちゅうことはまだ他のやつが心の中にずっといるんじゃ。それはまあ確かに。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ？だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか？さだ、でもきっとなんとかなるって。いいでしょう、交渉成立です。反応から察するにその話に嘘はないようですから。そーっと決まれば、早速ブルマンとこに。あっちの音楽。ぶっ、リンクを解除する方法を今すぐに押した。だから中和装置も操作できるやつも。ブルマのことを助けらんねえかったらおめえらずっと。なんでと。だからオラたちの邪魔。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようです。そうだね、女はどうでもいい。仕方がありません。バレます。ほほう、俺たちのクローンが相手か。なかなか面白い。似ているのは外見だけなのか、中身も同じなのか、確かめなければなるまい。まずは戦い前の挨拶だ。この洗練されたポーズを見るがいい。みんな行くぞ。次は貴様らの番だ。おい、貴様らのファイティングポーズはどうした？貴様ら、それでも俺たちのクローンか！
戦闘前のファイティングポーズはなくてはならない見せ場の一つ。そんな当たり前のことも教育されていないとはどういうことだ。イチゴポビーにイチゴが乗っていないくらいありえない話だ。いや、そもそも教育されるまでもなく、所詮偽物は偽物。ならばこの手で美しく、そして
行く。例の機械は無事のようですね。それにしてもブルマというやつはよほどの死にたがりだな。死にたがりだろうと構いませんよ。役に立ちさえすれば。何か考え。当然です。ただ機械が操作できるだけの命知らずであればわざわざ助けませんよ。おそらくブルマという。
部外者のおまなんだいいか最新のさらにでもよ何よまあ運命飯は食い方それに何よりにもよそんなにベジータのやつ いよ環境がどうであIt's about to begin!
せてやろう。行く。ブルーキー。ボッキー。シャー。ジュイ。Tenshinhan という。ああ、なんだ。ええ、タグマさんとはいえ、さっさと終わらせま。お前たちよく平気でいられるな。こいつらが何をしたのか忘れたのか。天津藩の気持ちもわかるけどさ、今はそれどころじゃないんだ。だがフリーザやセル、こんな奴らと仲間になるなんて。おや、仲間とは心外ですね。私とあなたの立場がどう。私もお前たちと
仲良しごっこをする気はもう。それはこちらのセリフだ。まあまあ落ち着けって天神は。こいつらのことがデイキレイなんは知ってけど、今どうした？頼むよ。言いたいことは分かった。こんなじゃごねたところで状況がよく。それじゃあ。だが、俺そのことを忘れるな。当然です。